はい、皆さんこんにちは。りなです。坂です。エリキブログです。今日はやっと皆さんが待ってただろうという動画が来ます。ドイツの朝ごはんです。とりあえずスーパーで買い物をして、家に帰って準備をして、家族みんなでドイツの朝ごはん食べていきたいと思います。はい、ということでやってきたのがこちら、エデカさん。もう皆さんおなじみかもしれませんが、レナの地元のスーパーエデカです。この動画見てくださってる方はマックシュバーベンに住んでるというようなもんだよもうだいぶ分かってきたよね。これエデカ、エデカシュピットラディッシュ赤かぶ。ちなみにこの一つさ 0.89 ユーロ、めっちゃ野菜が安い。大きいのがないです。日本でいうもやしみたいなやつなんだけど、もうちょっと細いやつ。ブロッコリースプラウト。ブロッコリースプラウトだね。他にも 1.29 ユーロ。来ました、精肉店コーナー。こちらがチーズと精肉店コーナー。オーバーズか。3.5 ユーロ。ちなみにパンに塗るチーズですね。これはどう？いや、もう俺的には量が多すぎて何が何だか分かんないから、ドイツ人の皆さんには頼みます。Könnte ich von dem Nussschinken nur 4 Scheiben kriegen, bitte? 皆さん見てすごいでしょ？ソーセージとハムと、こっちでもソーセージ。こっちはお肉だね。Käse, egal, von dem Leberkäse hier auch 4 Scheiben. Okay, jetzt しました。ね。最後はプレッツェル。はい、ということで買い物終了しましたので、はい、家に戻って準備します。はい、冷凍した小さいパンがあるからそれを今解凍します。これちなみにさっき買ったプレッツェル。プレッツェルうまそう。ソーセージを茹でます。作り方がわからないので今から調べます。白ソーセージを、これちなみに白ソーセージ中にハーブとか練り込まれてる。でここで10分ぐらい。これ大丈夫なの？2分。でこれ卵を乗せる卵ポップ。あとはこれパパがいつもやってくれるから私は失敗したらダメね。ドイツの家庭にはこんなパン切りマシンがあるってすごいね。出来上がりました、パンの盛り合わせ。これもできたよ。おお。おお、ごめんね、皮が破れてしまいましたレナさん、なんか文句ありますか？あります。ダメ、すでに爆発してしまいました。白ビール見て、ちょうど10時だよ。白ビール、ドイツの冷蔵庫はこんな感じです。全部これビールです。30本以上入ってます。はい、持ってきました白ビール。本日の白ビールはウンエアテルバイスビア。自信ある？いや、パパに後でやってもらう無理ね、自分じゃ。ならいい。お、ママが帰ってきた。ビアスインターフェアティベニヒコータウンイケコーナイドリモクンソシピパパ、could you make a バイスビア？So, we can also make auto. Yes, exactly. First, open it. Real German way. Yeah. But do you like it this way? Oh. で、さっきこぼれちゃったからちょっと足りないけどね。あ、でもなんか白ビールだけどデュンケルみたいな色だね。So we got it.できました。見てください。こちらが白ビールですね。
ドイツ人は朝からビール飲んでます。あのこのテーブルでタカしかバイスボスとビールを飲むなんかしないから、タカはドイツ人よりドイツ人だよ。 I'm the only one, the real German in this house. Guten Appetit. Guten Appetit. タカは、これバイスボスにこれラディッシュ、ラディッシュとスイートマスタードとプレッツェル。めっちゃ美味しそうじゃないですか。ああ、私も一個忘れた。うまっ。このバイスビールレナ好きですわ。オーバースで2万円。薄く切ってオーバースと一緒にオニオンでパンに乗せるのがめっちゃ美味しいんです。プレッツェルにオーバーツとか。そうだね、めちゃくちゃ美味しいよ。オーバーツって日本で食べれるか分かんないけどね。食べれない、ないかな、なかなか。これね、これをプレッツェルに塗ってオニオンを乗っけて食べる。うん、まあまあね、強いフレーバーのチーズ。おいしい。レナが作ってくれた白ソーセージ、あ、もう爆発した。本当はこれ爆発してないんだよね。取れるかな。こういう風に白ソーセージは皮と身の部分を分けて食べます。さっき買った甘いマスタード、白ソーセージをさっきのマスタードこうつけて、うん、これにめちゃくちゃ美味しい。それと白ビールの抜群相性。ゼアグッド、バイスビア。うん、エアス。うん、エアテル。うん、エアテル。というバイスビア。もし。私でも飲めるバイスビア。どこで作ってるかは分かんないけど、ドイツのうん、エアテル。うん、そんなに遠くない。めちゃくちゃ美味しい。で、白ビールと白ソーセージと。うん、うん。これパリッパリだね。うん、作りたてでしょ。おいしい。ザウッツ。火を。あ、違う。うざい。ピクルス。もうほとんど入ってない。2本。ん ?2 個、2個3個しか入ってない。ちなみにプレッツェルに。プレッツェルにハムを乗せる食べ方もあるらしいですよ。Auch so eingelegt?Also es gibt genau die gleichen, weil die werden aus Deutschland importiert. Und ansonsten めちゃめちゃうまい。Gibt es andere. ハーブの香りがするからうまいわ。まだ何塗ってるこれ。Das ist Hummus. Hummus? 全然ドイツっぽくないよ。Oh, Turkish. Arabisch. Kichererbsen. Can I try a little bit? Yes, yes. おお、ナッツが入ってる。ナッツの香りがする。で、さっきのスプラウトと一緒に、ブロッコリースプラウトと一緒に。It's good. Very good? Yes, I like it. Vice Wurst. で、白ビール。これがジャーマンスタイル。どうしようね。カリカリにさっきトーストで揚げたパン。これハム？ちなみにドイツではパンの食べ方がめちゃめちゃいろいろある。そうだよ。そのハムを乗せたりとか、こっちのさ、クリームチーズとか、クリームチーズもいろいろな種類があって、それにブロッコリースプラウト合わせたりとか、いや、これにピクルス合わせたりとか。何をつけようかな。もう種類ありすぎて、日本人の俺からしたらもうわけわかんない。だからこれになかなかベストコンビネーションがわかんない。ん？何これ？わさびみたいなやつ。おお、ちょっと鼻にツンってくるやつ。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃ美味しい。で、卵はこんな感じで。卵の食べ方もドイツ独特だよね。でも私が失敗したよ。これに入れるんだよ。これに入れて上半分をパカッと切って、でスプーンでほじくって食べるっていう。本当はもっと柔らかいはず。全然もう。入れる食べる。レナが食べてます。いただきます。わさびソース。うん。何？めっちゃ全部食べたね。いいけど。
わさびはめっちゃくる。うん、わさび美味しい。美味しい。ママはアボカドのしてる。パンにアボカドにブラックペッパー。そう、ママは意外とドイツのものを全然塗ってないよ。うん、ドイツ人じゃないかもしれない。カインドイツスーツ。Ich hätte ein Kleid in Türkis in der Form für dich。白ビールいただきました。ありがとうございました。No thanks。One beer in the morning. No more. I'm gonna be drunk. その方が面白いかもしれないよ。No, no. 仲が良かったら。今日この後いろいろ予定ありますので。パプリカ。あ、パプリカのクリームチーズなんてあるんだ。サラミ。相性抜群なのが。これこの相性もめちゃめちゃ美味しい。Oh my gosh. I'm kind of drunk. You know? ちなみにママはパンにクリームチーズ、ミルククリームチーズ No. It's from almonds. アーモンド? Mm-hmm. あー、アーモンドクリームチーズだったの? Mm-hmm. えー、すごい。 Because ich esse kein Käse oder keine Milchprodukte. Mm-hmm. そうなんだ。ママミルクプロデュースを食べないんだ。Looks good. It's vegan. Vegan 用の、あ、そう、本当だ。アーモンドクリームチーズって書いてある。Yeah. 私、ビーガンじゃないから、ちゃんとしたチーズを食べます。両親が最後に甘いものを食べるのよ、いつも。Oh, sweet bread. まずは、めっちゃ美味しそう。さっきのクリームチーズ、アーモンドクリームチーズにラズベリーが、ちょっと酸っぱい酸味のある。パパはなんかのジェリーみたいな。オーバージュ？ない。アップル。ああ、アップル増えてる。美味しそうじゃん、そっちも。はい、食べ終わりました。ドイツの朝ごはん。お腹、ポンポンです。In Japanese, I'm full. Yes. ポンポン。あ、ポンポン。ポンポン。It's a slang. お腹いっぱいです。OK、じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。タカが、今から片付けます。はい。I'm clean it up.Ah, no, I don't think. Yeah. You don't think so? Glaube, glaube mich. Glaube mir. Glaube mir. ということで、パパはお仕事に戻り。Lena hilft dir. Ja. Taka hat beim Machen nichts. 違う違う。Zusammen. Zusammen. Zusammen. Nein, nein, ich schaue hier zu. Zusammen? じゃあ、この動画をここで終わりにします。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。